ファハド・アルム・ワラドは、サウジアラビア出身のサッカー選手。サウジアラビア代表。サウジプロフェッショナルリーグあるイテハド所属。ポジションはフォワード。あるイテハドに所属、AFC チャンピオンズリーグ2012に出場し、準々決勝で1ゴールを記録した。2世モスクの守護者、チャンピオンズカップ2013決勝では1ゴールを決め、チームの優勝に貢献。 2018年1月にシーズン終了までリーガイスパニョーラのレバンテ UD にレンタル移籍した。このレンタル移籍はスペインとサウジアラビアにパートナーシップ協定に基づいた移籍であり、ファハドの他にも同時に8人のサウジアラビア人選手がスペインのクラブに移籍した。2011フィファユマイナス20ワールドカップに出場、グループリーグの対クロアチア戦でゴールを決めている。 チームはベスト 16AFC アジアカップ2015予選では2ゴールを記録した AFC アジアカップ2015出場更新日2018年3月23日クラブありがとうございます。